梅野家の竹岡ラーメン梅野屋竹岡ラーメン、竹岡式ラーメンとは、千葉県内房周辺発祥のご当地ラーメンである。醤油だれに麺ゆで湯と肉の旨みの詰まっている、真っ黒なスープ、薬味に角切りの玉ねぎ、大ぶりチャーシュー、乾麺を入れたものが、特徴的なラーメン。竹岡ラーメンの特徴は独特の作り方にある。スープは、 醤油ダレに麺茹でに使用した湯を入れるのみである。その醤油ダレにはしっかりと肉の旨味が溶け込んでおり、湯を加えることで見た目は、濃いがまろやかな味のスープとなる。薬味には角切りにした玉ねぎを使う。漁師長とされる、千葉県富津市竹岡に所在するラーメン店、梅の屋と鈴の屋が発祥とされている。創業は鈴の屋の方が古いが、梅の家が発端となって、 竹岡ラーメンは普及した。代表格の梅の毛から波及した特徴が各種存在している。梅の毛では、誰でもほぼ均一に茹で上げることができるなど作りやすく、一定の品質が保てるため、麺は、と一製の乾麺を使用している。また、乾麺の旨味を出す火加減の調整がしやすいことから、七輪を使用して、小鍋で茹でている。具として、大ぶりのチャーシューと麺は、 のり、薬味として刻んだ玉ねぎがのる。千葉県内で、竹岡ラーメンや、竹岡式と称したラーメンは、この2店のラーメンを模倣した店か、竹岡式ラーメン店から独立した店舗であり、梅の屋及び、鈴の屋とは直接の関係はない。梅の屋及び、鈴の屋と違い、生麺や昆布出汁を使用するなど、その店独自の工夫を凝らしているものも多い。ありがとうございます。